こんにちは、プロトです。今回なんですけども、ビスマルクをソロで撃破します。実は今、アニマウェポンの最終クエストで、バンシー12戦するやつを、暗黒騎士のソロでやってるんですけど、前回、そのソロで挑戦していって、新ビスマルクと戦った時にですね、雑魚が2匹現れるんですけど、その2匹を引っ付けて戦ってしまうと、線で繋がってめっちゃ硬くなるんですね。めっちゃ硬くて本当削りきれないんですよ。削りきれなくて、時間切れになってですね、どうしてもこうクリアすることができなかったんですね。ソロやからその2匹を離すっていうのがそもそも無理っていうことですね。それで、もう一旦この企画はもうダメだと。もう無理かなと思って、誰かに手伝ってもらおうかなって思ったんですけど、ちょっと待てよと。まだできることあるんちゃうかっていうふうに思ったんですよ。というのも、これね、挑戦してる時の俺暗黒騎士って、レベルが78っていうすごい中途半端やったんですね。で、これを、レベルを80にすれば、もう一気にアイテムレベルも上がるし、これワンチャン削り切って勝てるんちゃうかっていうふうに思ったので、レベルを上げてきて、装備をね、一新して、これから挑んでみようと思います。タンクの装備ね、俺ナイトがメインなので、そっちの方で揃っているやつを装備させて、武器に関してはちょっとね、ランクが少し落ちるんですけど、極ハーデスの今俺がこの背中に背負ってる武器ですね、これを装備してやっていくんですけど、武器に関してはアイテムレベル465なんですが、防具に関しては470のフルになってるんで、この状態であれば、もしかすると本当にその削り切れるかもしれないと思ったんですよ。で、さらにこう食事も食って、もう万全の状態で最後ね、一回挑戦してみようと思います。これでもう無理やったら本当に誰かに頼んでもうクリアしていく。もうこの企画はおじゃんっていうような感じになっちゃうんですけど、とりあえずね、もう一回だけ俺にチャンスをくれ。そしてそのビスマルクをね、今度こそソロで撃破して、残りの晩神をバッタバッタとやっつけて、アニマウェポンを完成させてみせるので、ぜひぜひそれをね、楽しみにしてほしいんですが、とりあえずもう一回だけチャンスをください。ビスマルク、やってきます。はい。それでは、新ビスマルク討滅戦を暗黒騎士のソロで、早速ね、撃破していきたいと思います。いやもう今回はほんと万全の状態にしてきたので、もう負けるわけがないと。きっとね、削り切れると思うんですよ。で、一応作戦があって、ね、装備整えてきて、これから食事もね、ちゃんと食っていくでしょ。で、雑魚が湧いてから、ひっつくまでの間に若干の時間があるんですね。その時にもう一気に全力で攻撃をしてできるだけ削ると。で、できるだけ削った上で、あとはもう地道に削っていくという作戦を今回ね、立ててきました。なので、最初のこの雑魚たちをやるときにちょっとアビをね、温存しながら削っていきます。で、ここでね、アビ消費して、雑魚の時に使えなかったらちょっとやばいんで、とりあえず、序盤はね、おとなしめの展開で。で、結構、こう、装備じゃない、レベルが上がったんで、ホットバーのセット内容とかちょっとだけ変えてですね、わかりやすくしていきました。やっぱね、ちょっと、あと、スキル回しとかもちょっとね、練習してきてからこれ、挑んでます。さあ、まずは、息をね引っ張ってきて外角を壊す。で、この外角を壊した後に例の雑魚がね出現するので、まだアビは温存してですねやっていきます。 MP も若干残しつつ削っていく。 OK で、この右側に確か出たから、ここにもちょっと早めにこれ設置して、ソルトアースをね設置して、そしてここで一気に削る。とりあえず相手もう一匹のやつは来るまでに結構削る。どうやこれ今回結構半分ぐらいまでいったやろ。あとはここから地道に削っていきます。
やばいやばい、あの台風みたいなのに巻き込まれたら、なんだ、上空に、ね、打ち上げられて、その分削る時間がなくなるんで、できるだけあれには当たらないようにね、いきます。さあ、削りがね、やっぱね、硬いですよね。レベル80になったんだけど、アイテムレベルも、今平均アイテムレベル多分469から8かな、そのあたりだと思うんですけど、それでもこの硬さですよ。いや、きついだ、ほんまにきつい。これで削り切られへんかったらもう終わりなんで、俺のこのソロでやる計画は全てが終了します。じゃあそうならないためにも、おっと打ち上げられた、やっべやっべやっべ、2回打ち上げられたが、その分攻撃できへんやのか。だからそういうことをやってくると削りきれないってなっちゃうんですけど、どうなんやろうね、まだいけるんかなこれ。本当にだいぶ削れてるやん。時間どうなんやろ、まだいけんのかなこれ。さあ、めっちゃ硬いこいつ、ほんま硬い。削れ、ね、なんか周りの天候もめっちゃ変わったりして、なんとかね、もうちょっとですよね。でこいつを倒し終わってももう一匹残ってるんで、ただもう一匹はもうなんていうんですか、この敵のバリアみたいなのがなくなるんで、それさえなければね、普通に削れると思うんですよ。ここは出し惜しみなくも全力でね行くしかない。これで削りきれへんかったらほんま終わりなんで、あとちょっと、いけいけ、おい、けんじゃんこれで、こいつをさて一発か倒して、さあ一匹になったぜ。計算通りですよこれ、俺の計算通りだ、俺の計算がした、見ろこの一気に削るスピードで、これで2匹を始末できました。やったね、これで俺勝ったわ。これもうビスマルク勝利です。敵の利口技が来るけど、前回ね、これもなんていうの、これ利口技来て耐えれたんですよね。ギリギリもう HP 何千とかでも耐えたんですけど、この島の耐久力がね全然ダメだったみたいで、さあこのザコを倒していきます。そう、これ前回ね、ここの時にあのビスマルクが今体当たり仕掛けてくるんですよ。ドーンとくる、ドーンと、でこれよろめいて、やばいやばい、吹っ飛ばされる、やばいやばい、でこのドーンでもう島が崩れて終了してしまったんですけど、耐えれたってことですよね。でもうこれ余裕でしょ、あとはこいつら蹴散らして、またバリスタでね、捕まえて攻撃すれば倒すことができるはずです。水の玉も壊して、はい、でそろそろ横のバリスタが使えるのかな。でも一人でねこれまた操作するんで、スプリントを入れてやっていきましょう。もしかするとこれも確かね時間あったような気するんで、2つね同時に本当は操作しないとあかんみたいなのがあると思うんで、その時間差空きすぎたら多分確かねあかんはずなんで、さあこれでもビスマルクさんにはねゆっくり休んどいてもらいましょうか。はい、これを削り切れば俺の勝ちだ。いやいや強かったなビスマルク、いやお前自体強いわけじゃないけどな。おっしゃ勝ったぜ、よし来た、これ来たで。蛮神12戦をね、すべて暗黒騎士のソロで倒すというね、今回の企画、これで一歩前進。もう俺の前に立ちはだくるやつはおらんはずや。さあ、ここでね、忘れないように、まず装備を変えましょう。アニマウェポンに、変えてから、これはね、クロノスね。で、これに変えてから出ましょう。そしたら、見事にクリア !OK! やったったよ。いやー、やってあげましたよ、これ。おー、これはちょっと達成感な。やっぱレベル80ちゃうわ。さあ、次は、三頭身ですね。
また装備をちょっと変えて元に戻して、これやな。で、装備戻してから行きます。次はナイツでもニーズでもないんですね。三頭身です。まずはセフィロトから。いやでもさすがにね、ビスマルクより全然強いとは思うんですけど、そのこいつ自体がね、まあ強いとは思うんですけど、そのさっきみたいな嫌なその雑魚を2匹つなげたらやばいみたいなのはさすがにないと思います。セフィロトに関してはねないと思うんで、魔人セフィロトの拘束を解くわ。みんな頼んだわよ。これも結構ムービーが長いな。そして喋ってくれたね。さあ、魔人セフィロト、これ FF6 の三頭身6やな。それの三頭身の敵ですよね。行きます。じゃあスキル回しも俺はちょっとね学んできたんで、しかもレベル80になったから、これね影出せるんですよ。これを出して攻撃できるようになったから、だいぶね攻撃的にもね強くなっていると思います。マジンセフィロトはなんかどんなんやろ、あんまりねこいつとはやってないんでそこまでわからないんですけど、基本でもみんなでギミックを処理する系が多かったようなイメージありますね。一人やったら結構、おっと今の避けれたんかな。火ダメがついて結構ね HP 削られるね、これ結構削られて回復がそこまでねできるジョブではないので、バフとかしっかり使っていった方がええかもしれない。結構食らうな。ちょっと意外やな。さすがにそのビスマルクからこの三頭身までの間にこいつついてくんな。追尾式やな。差があるんですよね。なのでナイツとニーズヘッグが途中にあるんで、そいつらよりさらに上やから、結構ね後の方に出動されてるんで強いんですよね。ただここは雑魚フェーズです。雑魚倒すたんびにこいつは爆発するからちょっとやらしいな。近づけたらやばいしかないから、逆にただ結構食らう。この減った HP を戻しながらね戦わないとちょっと最終的に辛くなるかもしれないから、そこのとこが注意かなっていう感じかな。さあ残り1匹かな。こいつ倒したら終わりやろう。雑魚性に関してはねそこまで恐れることはないですね。ちょっと数が多かったかな。はい、セフィロトちゃんさよなら、バイバイ。で、後ろに倒れていって、この後ですよ。こいつめっちゃデカなるんで。来た来た、ほら。さて、さてさて、でかくなって。はい、よく成長したな、セフィロト。でもね、これほんとビスマルクに比べたらこいつは楽やと思うわ。マジで。ねえ、こいつ、あ、最初何、おお、吹き飛ばし系ね。そこにパンチがやってきてドーンってくるんでしょ。はい、わかるわかる。こいつね、多分悟空の方がきっとやってるんですよ。芯に関してはちょっとよくわかってないけど、大体やってくることはわかるんで。オッケーオッケー。で、
何が来るのかな。ああ、はいはいはい。これは、あれね、アースシェイカーね。はい、あの左右に分かれるやつやな。あの、パーティーでやってたら。あ、これはきっとね、吹き飛ばしが来ますね。前に行きます。吹き飛ばされる。あ、ザコは前だな。こいつが倒して、あ、風のやつが多いな。この風を倒しとかんと、あ、なんや、やばい、タケノコか。ミッキー。で、これを倒して、あの風ね、多分利用するはずです。あとで。あの風でね、敵のなんか、やるんですよね。で、倒しつつって、ほんま、でも全然弱い弱い。あ、これか、これや。なんか頭割りのマークが出てるけど、これに多分乗っといたら風で飛ばされてこのラリアットをかわすと。 OK、 もう倒したやろ。これでもう怖いもんないわ。あとはもうほんと、いやでもこいつね楽しいんですよね。特に僕は結構楽しいというイメージがあるな。だからね、まあなんかちょっとややこしい、じゃあややこしいんですけど、みんながそれぞれ動けへんかったら結構やばいのが好きやけど、ああパワーあるやん。うわうわ痛い痛い。そうかそうか、パワーあるやん。オッケーオッケー。あれ嫌やな、入ってへんかったらこれ手ダメつくもんな。とりあえずここまでは順調。タワーね、タワータワー。これどっちか入っとかなあかんわ。誰か一人は、あ、これ火種がつく、目になった。痛いな、ちょっと痛いから、これ長引くとやばいな。まさか削っていかへんかった、ほんま。これはちょっと、しんどいぞ。まあ、まだ HP 満タンやから、まあ、そこは高く助かってるけど。だから、なんやろな、ブラックナイトがかなり、これ、すごいな。俺暗黒騎士、あんま使ってなかったからよく分かれへんかったけど、このブラックナイトの性能がものすごくいいってことにね、ちょっとね、この戦いを通して気づいたところやね。まあ、一瞬的にこう瞬間的にバリア入るから、それで結構いい感じになると。なるほどね。あ、吹き飛ばしやな、これ。でももう終わりやろ。はい、魔人セフィロト撃ち取ったりだぜ。あれ、まだ？はい、撃ち取ったり。よし、来た。あと2戦ですよ、あと2戦。もう、これは、勝利が、もう目前になっちゃいますか？ふぅ、魔人セフィロとやっつけました。さて、忘れないようにね、武器を変えてから出ます。いや、これ着てるね。もう俺、これ絶対いける気がしてきた。本当に。いや、一時ほんまどうなるかね、思ったんですけどね。さあ、次は、ソフィアね。女神ソフィアに行きます。さあ、突入で。俺はついにここまで来たで。女神ソフィア討滅戦。みんな、女神ソフィアの討滅任せたわよ。例の信者たちにも気をつけて。なんかこれ棺桶みたいなとこから出てくんねんな。棺桶、これ棺桶出てきたよ。セクシーな姉ちゃん出てきました。ちょっと怖いけどな、顔がもうなんか怖い。この天秤がね、また厄介なんですよね。こっちがなんか、なんかこれどっちが何やったっけ。上が女神ソフィアで下は何やったっけな。娘かな。そうか、娘か。さて、いきます。こいつなんか上の方行ってるんで、ちょっとこっちへ引っ張ります。真ん中に引っ張ってから、
ダウンってなるので、敵とか、そうだから関係ないけど、なんかいつもこっち向けてやるから、そのイメージで、ついつい。エアロが、はい。AOE が見えるからね、かなり余裕がありますね。動くやつは見えへんな、あのエアロがとか。ソフィアはね、結構その、悟空の解除で何回もやってるから、わかるんですよね。だいぶ、まあこいつに関してはですね、本当楽な敵やと俺は思ってる。そういう認識やから。多分クリアするのは余裕やと俺は思ってるんですけど、ね、これ出てきて、あの、突進してくるんで、もうバレバレですよ。で、久々に戦うけど、全然覚えてる。しかもまあ、シンに関しては戦ってたの、多分一回しかとかしかないけど、僕やってるから、ね。やってたからね。そろそろ多分、あれでしょ、ザコウとかの、ザコウ来るんかな。これもうほら、なんかもう、なんかね、大したことないっすわ、こいつは。マジで。おー、はいはい。あ、これね、こいつがここに行ったときは、これザコが湧くやつですね。でザコを倒す順番が右からかな。こいつ、視線技をやってくるから、これ最初に倒すのかな。あ、これね、眼差しが来るから、サクッと倒してしまうと。で、次3番を倒します。別に順番どうでもいいと思うけどな。なんか、いつもの順番でやってしまうけど。ただ AOE 邪魔やね。やっつけて、最後1。で、こいつはなんか、盾みたいなんで、攻撃したら跳ね返るみたいなのがあるけど、やってこうへんな。まあ、言うても、ここ柵あるからな。でも、ここはないって感じですね。で、端っこに立っておいて、あなたの魂を測りましょう。敵のこれ利口技なんかな。ズドンってくるんだったかな。まあ大したことないっすね。あれ柵がなくなるのね、やっぱり。まさか。さっきはなくなった。クエーザーが来て、この紐のつながったところに重しが落ちてくるね、あの光。で、そっちにドーンってくるから、そっちへ流されると。よいですね。一応敵を真ん中に寄せておいて。で、ここから、多分そのクエーザーとかを連続でやってくるから、その両方の見極めさえちゃんとやっておくと大丈夫かな。こいつは雑魚ですよ。ただ、やっぱちょっと体力あるへん、これ。結構削ってる感はあるんだけど。あ、クエーザー来ました。あっちやから、こっち、なんや。いやいや、こっちやな。はいはいはい。まあ大丈夫です。あ、罪と罰か。一人しかおらんか、一人で食らうんか。これは、あ、ペインがつきました。ただまあ、そんなに痛くはない。ので、まあ、大丈夫だ。ただ、ペインがついて、なんか、気持ち的に嫌やね。気持ち的にね。まあ、大して痛くないから。あ、クエーザー、二つ来てる、これ。どっちどっち？あっち？こっち？二つ来てるから、こっちですね。はい。重い方にね、流されるので。で、最悪、突進のやつあるから、それで最悪ね、逆やった場合、なんとか助かるとは思ってるんで。まあ、いけるでしょう。こいつは結構、ね、退屈っすね、みたいな。これ、こう考えたら。はいはい。娘が現れました。あれと、ビーム打ってくるから、怖いな。めっちゃ怖いわ。で、
次は何が来るのかな。全体攻撃、はい、いやソフィアは余裕ですね。ああ消えたぞ。どこ行った。あこれも突進、あれ食らったら吹っ飛ばされるかな。ちょっと分かれへん。そんだらもう見えるしね、範囲が見えるんで、そろそろクエーサー来るのかな。で線のいっぱいつながってる方が重いから、こっちじゃないこっちじゃないこっちじゃない、やばいやばいやばい。でこれ突進ね、突進したほら滑るやつ止めれるんで、まあ、今のはそれを見せたっていうところですね。はい、あなんか雑魚がいてるやんけこいつ。何視線のやつや、うざ。どうするこれ、雑魚をやっといた方がいいな。先削りましょうか。あケアルラしよるわこいつ。なんなんケアルラで回復してくるのか。あ早く始末しないとちょっとやばいやつな。ケアルラしてるケアルラしてる。少し回復するか、ちょっと厄介な。やっぱ雑魚は先に倒して、はいもうこれもらいましたね。もういけるやろ、さすがに。下手なことしなければ、クエーサーで落ちなければ。あ、ついに飛ばすね。はい、これは。まあまあ、余裕でしょう。さあ、あと残り、ふわっか。はい、もう終わりでしょう。はい、勝ちました。はい、勝った勝った。こいつは余裕でした。いやもう12戦もね、見えてきたね。あともうラスト、あと次ラストやから、これは余裕で達成できるのではないかなっていうところで、まあ結構いい時間なんで、もう最後のラストは、ラストバトルはまた、次回ね、次回にこれやっていこうと思います。で、最後ね、武器をちゃんと変えてですね。はい、出ていって、クリアということで、はい、ありがとうございました。動画を最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。よかったら動画の評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。プロットでした。さようなら、バイバーイ。